さて、寒さの厳しい時期には最低気温がマイナス10度を下回ることもある岡山県の奈義町ですが、この冬期間限定で豊かな自然を満喫できる施設がオープンします。暑い体験と絶品グルメで身も心も整うといいます。奈義山のふもと、豊かな自然に囲まれた観光施設奈義山麓山の駅です。日も暮れた午後7時、コテージが立ち並ぶ宿泊棟に水着でくつろぐ男性の姿が。この時の気温はおよそ10度、寒さが応えるはずですが。今寒くないんですか？夜風が気持ちいいですね。冷たくて。冷たい夜風も気持ちよくなる秘密はこちらのテントの中に。テント内の温度はおよそ80度。期間限定でオープンする岡山奈義サウナです。ゆっくりとくつろぎながら奈義町の自然を満喫してもらいたいと思います。各地でアウトドアサウナを手掛けるランプが監修。オープンに先立ち体験会が開かれました。気持ちいいです。めちゃくちゃ温度もちょうどよくて整います。本当に週1ぐらいでは行くんですけど、こういうサウナはあまり行かないのですぐ新鮮です。満天の星空の下、極上のリラックスタイム。冬の厳しい寒さもほてった体にはごちそうです。ごちそうといえば欠かせないのがサウナ飯。コテージで特産品のナギビーフを使ったすき焼き膳を味わえます。柔らかくて美味しいです。食べ応えがあります。めちゃくちゃ贅沢ですね。サウナ入ってすき焼き食べて、でも身も心も癒されたという感じでしょうか？そうですね、整いました。夜が明けると朝もやが立ち込める幻想的な光景が広がります。早速朝サウナで一汗流します。もう大自然に囲まれてすごいリラックスできます。条件が良ければ雲海が広がることも。もう本当になんか非日常で一日リラックスできて、なんか全てを忘れられる、そんな一日を体験できました。大自然と絶品グルメで身も心も整う奈義サウナ、来月2日から完全予約制でオープンします。